はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日3本目。ですね。これ大丈夫だろうな。あ、やべえ！賞味期限がやべえ！あ、と思ったら違った。2017年の10月だから全然大丈夫だ。今日はですね、チューハイ。また今日はチューハイ。タカラの焼酎ハイボールの強烈ゆずサイダー割り。ね。冬限定と書いてあります。うん。これをね、飲んでいきたいと思います。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。アルコール度数 7% で、無果汁。うん。これ、ゆずのサイダー割り。ゆずとサイダーを割った、ゆず味のやつもあるけどね。サイダー味のやつもあるけど。それを合体させたと。原材料が焼酎とゆずエキスと、糖類と酸味料と香料とカラメル色素とヘスペリジンってなんだこれ？ヘスペリジンって何？なんかヘスペリジンとかいう謎の物体が含まれてるんだけど、これ大丈夫？これ。まあ俺は気にしない。俺基本気にしないたちだから。知らん。強烈ゆずサイダー割りだから、まあかなり、まあ、あったよね、前ね。強烈サイダー割りだっけ。それの、ちょっと、ゆずが加わったみたいな。じゃあ、乾杯。うん。炭酸強いのかな？多分強い。うん。多分強いと思う。宝焼酎ハイボール史上最強の炭酸って書いてあるんで、確かサイダー割りの時も最強の炭酸って書いてあったんだけど、まあ、うん。ほんのりゆずの香りがするのと、まあ、サイダーっていうことでラムネ的な。後味と香りがあるのと、うん、ありますけど、はい。ケンタッキー。あ、うめ。実にうまい。これ、サイが一番うめんだよ。ケンタッキーのね、一番、美味しい。骨まで食ってそうなイメージだ、これ。大丈夫か？なんか、あれや。うん。まあ、やっぱり、うん。サイが一番目。油っぽいんですよ。だから女性には向けではないですよ。どうでもいいんだけど、今日、電車に乗って、いろいろ、まあ、いろいろ行ってきたんですけど、ものすごい太いやついるな。女で。しかもミニスカ履いてやんの。よくわかんねえよ。ものすごい足太いやついんの。で、隣の女性も、そのね、人の、その太いやつの、隣の女性も、ミニスカ、まあ、ミニスカっていうか、まあ、普通のスカートか。で、足見たんだけど、2倍ぐらい違うの。で、びっくりだよね。太ももがさ、
2倍ぐらい違うの、その、隣と隣で見比べたら。なんじゃこれって。あのデブは一体、あれ何目的であれ足さらしてんだな、あれな。多分暑いんかな、あれな。あれスカート履いてるけどさ、で、タイツ履いてたけどさ、あれ暑いんかな。それとももうあれなんか、自分のデブの、あの、デブーや足を、まあ、さらしたいなんか露出鏡かなんかなのかな。ようわからへんけど。ほんと見てて不快になるな、あれな。うん。ものすごいね。本当にあれ一体何なのかと。ドヤ顔でさ、あの割とミニなさ、スカート履いてさ、タイツ履いてさ、ものすごい太いの足が。あれ何なのあれ。女のあれが理解できねえんだけどさ。よくわからへんね、あれ。でもさ、今クソ寒いのにさ、うん、超ミニスカのやついるよな。まあ、JK だけど、大体。てか JK だけどさ。あれさ、あの、JK の人さ、ものすごいスカート短いやついるけどさ、俺一回もさ、パンチラ見たことないんだけど、あれ何なのあれ。何なのあれ。何なのっていうか、なんであれギリギリで見えねえの。今日もそのさ、タイツのさ、人間とさ、のさ、まあ、細い方の方だけど、座ってて若干こう、この股が開いてたんだよ。だけど、真っ暗で見えねえの。パンツ見えねえのよ。なんなのあの、ギリギリのあの、白いのが見えないんですよね。あれなんなのうまくできてんよな、スカートって。ほんとに。俺人生で一回も多分パンチラ見たことねえからね。うん。見たい見たいと思って、いろいろ見てんだけど、全然見えねえの。スカートから。闇だよね。もうなんか、ここら辺にさ、暗黒のブラックホールかなんかさ、あるんちゃうかなっていうレベル。ブラックホールでさ、光かき消されてんちゃうかって、あれ。あれ、どうなってんだよ、あれ。ほんと、七不思議だよね。女の七不思議。パンチラが全然見えない。意味が、どうなってんだよ。構造どうなってんだって。ちょっと光仕事しろやって。本当に。見たくてたまらんのにさ、真っ暗ない。まあ俺は、ちょっと脱線してしまった。エロい話になると俺、大好きすぎて、脱線しちゃうんだけどさ。まあいいや。このお酒の話に入りますと、戻りますと、まあ、焼酎ハイボールっていう、まあ、宝ね。宝焼酎。だから、宝焼酎っていうのは、まあ、一部を除いて、ほとんど甘くないのを売りにしてる。まあ、酎ハイはね、ものなんですよね。うん、焼酎ハイボールもその中の一つ、うん。で、焼酎ハイボールもこれも全然甘くないですね。うん。
全然、甘くないっす。甘くない。で、そこが問題なんですけど、チューハイで甘くないのと甘いのってあるんだけど、甘いのと甘くないのって、まあ、それも、あるんだよね、結局ね。うまい。甘くないのも、甘いのもうまいんだけど、ただ一つ重要なこととしては、甘味料が含まれてると確実に、アウトっていう、まずいっていうのが、俺の理論なんです。で、これの場合でいくと、だから焼酎ハイボールはですね、これ書いてあるんだけど、糖質もゼロなんですよ。つまり、砂糖が入ってないんですね。これは。嘘です。糖質はゼロなんだけど、糖類は入ってんのか。難しいですね。糖質と糖類って何が違うんだっていう話なんですけど、さっぱりわかりません。一応、糖類は入ってんだわ、これ。なんかよくわかんねえんだよ。糖質と糖類の違いが全然わかんねえんだけど。まあ、で、あと、アルコール度数が 7% っていう高めで来てると。ただし、ドライは、俺が言うにはまずくなったと。以前、クレーム入れましたけどね。宝焼酎に、クレーム入れたんですよ。宝焼酎のドライが、クソまずくなったと。いう感じで入れたんですけど、公式の回答としては、全く配合比は変えてないので、まずくなるわけがないっていう話が来たんですけど。ただ明らかにまずいんだよな。どうなってるんだろう。わからん。ええ。で、糖質がゼロなやつと、甘味料ゼロ。あ、違う。甘味料ゼロなやつは、まあ、ほぼ間違いなく。焼酎ハイボールにシリーズは全部甘味料ゼロなんですけど。で、糖質がゼロのやつと 80% オフっていうやつがあるんです。それは、まあほとんど変わらないですね。糖質 80% オフでもまあ別に甘くねえからいいんだよ。別に。まあ具体的にここに書いてあるんですが、サイトにね、書いてあるんですけど、ドライとレモンと梅干し割りとグレープフルーツはゼロなんです。ただそれ以外は 80% オフとなってます。ただね、糖質がゼロでも糖類が入ってるんで、糖質と糖類は何が違うのかっていう話になる。まあ、俺はよくわかんない。まあよくわかんねえけど。ただし、一つ言いたいこととしては、これはあくまでも甘くない。宝の甘くない焼酎の、しか、酎ハイだってことですね。だから、俺としては、甘いチューハイも好きなんで、じゃあ、タカラの甘いチューハイは何かっていうと、まあ、大体、一番俺が好きなのが、
タガラの自家搾りってやつですね。これが非常に美味しい。自家搾りね。まあ、いわゆる、俺が言うには、その、定番、なんていうのかな。定番メニューだ。定番中杯的なね。やつです。ほんと自家搾りはほんとに美味しい。安定したうまさがあるっていう。そこそこ甘くて、甘味料が含まれてない。で、レモン味がある。まあ、あとは、だから缶チューハイっていうのもあるんだけど、ただ、だから缶チューハイはちょっと高いんで、値段が。200円ぐらいするんで、ちょっときついっす。ただ美味しいけどね。甘いし、そこそこ甘いし。そこそこ甘いし。で、甘味料含まれてないんで。美味しいっすよ。俺が多分1億円ぐらい、違う、億万長者だったら、そうっすね。多分、チューハイ飲むとしたら、缶のチューハイ。俺が缶のチューハイを飲むとして、実は俺億万長者でしたみたいな感じになったら多分、俺多分、だから缶チューハイしか飲まねえと思う。本当に。だから缶チューハイの、しかもレモンしか飲まねえと思う。いや、グレープフルーツも飲むかもな。多分、チューハイでね、多分、一番俺がクオリティ高いと思うのは、多分、だから缶チューハイです。缶チューハイのレモン。おそらく。一番クオリティ高いな。やっぱり、焼酎が大体違うんだわ。使ってる。そこだよね。最近ドライっていう、タカラ缶チューハイの、ドライ。が、発売されましたけど。ドライよかね、明らかにね、レモンの方がやっぱり美味しい。美味しい。いや、ドライもうまいね。ただね、レモンのこの、なんていうのかな。このバランスの良さよね。バランスの良さ。ほとんどのチューハイの、にレモンが確実に味としてあるのは、やっぱレモンっていうのは、チューハイには非常に合うからなんですよね。多分。で、特にタカラ缶チューハイは、やべえ、うまい。タル熟成の、タル貯蔵熟成酒が含まれていると。
しかも11種類。そこだよね。なんか今ちょっと、これの骨を飲んだ気がする。なんか、ゴロッとしたのをごっくんした気がする。やべえな。まあ、ええか。まあ、この強烈ゆずサイダー割り。ぶっちゃけて言うと、何が強烈か全然わかんない。まあ、炭酸が強いっていうのはわかるんだけど、最強の炭酸って言われると、ははーってなるね。本当に最強かよって。よくわかんねえんだよ。結局。最強？は？ってなる。あ、これが最強かって言われりゃ、まあ、最強なんだろうけど。まあ、炭酸強いってのはわかるんだけどさ。あ、これ最強なんだ。へーって。いう感じ。だから、よくわかんない。最強ってつける、なんでわざわざ最強ってつけたのか、よくわかんない。多分最強ってことはやっぱり炭酸を、あれしたかったんでしょうね。炭酸の強さを売りにしたかったってことなんでしょうね。もうわからん。ぶっちゃけて言うと大して変わらん。ということで、コクはない。まあ甘みもないな。香りはまあ、そこそこあるけど。まあ、別に普通じゃね？ 1、1、3、3です。ご視聴ありがとうございました。